市一面大型ハリケーン、ハリケーンで甚大な被害を受けたフロリダ州北西部パナマシティの写真を掲載しています。洪水被害が広がり多数の負傷者が出たほか、少なくとも6人の死亡が確認されていて、現在は勢力を弱めながら北上しています。続いてウォールストリートジャーナルの一面からです。アメリカの司法省が10日、複数のアメリカ企業から企業秘密を盗もうとしたとして、中国国家安全省の当局者を逮捕・起訴したと伝えています。記事によりますと、起訴された中国人の男は、2013年からアメリカの航空宇宙関連企業の専門家らに接触し、講演を依頼する名目で中国に招き、費用などを負担していました。男は4月にベルギーで逮捕され、今月9日にアメリカに身柄を移送されたんですが、アメリカで訴追するために中国の情報当局者が移送されたのは初めてだということです。これに対し中国の外務省は11日会見を開き、全くのでっち上げだと非難しています。で続いて、モーサテが注目した記事はこちら、USA Today からです。こちらアメリカの人気歌手テイラー・スウィフトさんとラッパーのカニエ・ウェストさんです。実はこの2人さまざまな場面で互いに攻撃し合う犬猿の仲として知られているんですが、記事は今度は政治の世界で対決へと伝えています。テイラーさんは保守色が強い南部テネシー州で育ったんですが、今月7日インスタグラムで中間選挙では野党民主党の候補に投票すると投稿し、民主党を支持することを初めて表明しました。これに対しトランプ大統領が翌日、テイラーさんの音楽を前より 25% 嫌いになったと述べたほか、共和党を支持する多くのファンからも批判が殺到しました。